誰かのために夢を実現することの大切さ。ポジティブ思考というタイトルの特別講演を聞きました。アメリカのメジャーリーガーになることを夢見て一人蘇生された経験をお持ちの現在29歳の方の講演でした。会場に集まった多くの人に冒頭こういう質問をされました。あなたには夢がありますか？その夢はどんな夢ですか？その夢は誰のために実現したい夢ですか？多くの人は自分のためと答えるかもしれません。しかしその人は自分のためとは決して考えておられませんでした。こういう質問がありました。あなたはこの世の中で欲しいものは全て身につけています。富、名声、高級車、高級ブランド品、何でもできる能力。でもあなたはとある島にたった一人でいます。自分のために夢を実現して大変恵まれた才能も持っているけれど、あなた一人しかいません。つまりあなた以外には他の人は誰もいないのです。その時あなたは幸せと感じることができるでしょうか？おそらく幸せと感じることはできないでしょう。実は幸せを感じ取れるための大切なものがそこにはないからです。ではそれは一体何でしょうか？その人は語られました。誰かのために夢の実現に突き進むこと、それがとても大切なことなのです。誰かのために夢を実現した時には自分も周りの人も全て幸せな気持ちになれます。一人の犠牲もそこにはありません。そして誰かのために夢を実現した暁にはその人たちが今度はあなたをしっかりと支えてくれます。わかりやすくこんな例えで語られました。自分がろうそくの火を他の人に分けてあげたとします。そうすると他の人もろうそくの火で明るくなれます。その人もまた他の人にろうそくの火を分けてあげます。こうなっていくともうあなたは暗くなろうとしても暗くなれません。なぜなら周りのたくさんの人が今度はあなたからのろうそくの火であなたを照らし続けているからです。人は多くの人に支えられて生きています。自分一人では幸せを感じ取ることはできないけれど、他の人のために夢を実現し、それが他の人に役立つことで自分自身も幸せを感じ取ることができるのです。こんな体験も語られました。メジャーリーグで自分がヒットを打って勝利につながったそうです。その後に熱烈なファンから、あなたがヒットを打ってくれたから離婚しなくて済んだよという感謝の言葉が届いたそうです。その人のことは自分自身は全く知らない人であるし、ましてやその人を離婚をさせないためにヒットを打ったわけでも何でもないけれども、感謝の言葉を寄せてくれたそうです。実際にはヒットを打ったことで熱烈なファンは気持ちが高揚し、気分も良くなり、奥さんにも明るく接することができ、不仲解消に至ることができたということなのですが、自分がヒットを打ち勝利したことで熱烈ファンの人生の岐路にまで影響を及ぼし、幸せな方向に向かわせることにつながったということです。夢は小さなものから大きなものまであるけれども、たとえ小さなことでもそれを実現したときに、このように他の人に幸せを呼び寄せることができるのです。そして自分も幸せを感じることができます。ありがとうという言葉を使えば夢という漢字が完成するということも語られました。実際にそれを見せていただきました。確かにありがとうという言葉で夢という漢字ができていて、とっても感動しました。誰かのために夢を実現することでありがとうという感謝の言葉がそこにはあるのです。大変共鳴しましたし、感動さえも覚えました。そんな気持ちに浸っている中で、本日もすごく共感した話を聞く機会に恵まれました。
強い信念を持って人のために夢実現に向かい、数多くの成功を手にされて、そしてまた周りの人の夢も実現に向かわせている人です。話の中で出てくる誰かのために夢を実現するんだという強い気持ち、これが何よりも大切なことなんだということを強く感じることができます。あなたにもぜひその人の生の声を聞いて、周りの人からたくさんのありがとうという感謝の言葉が寄せられるようになってほしいなと思います。